タルジック号機じゃないですか。そうですね、頭が往年の毛量の少ない方の号機。いや、いきなりホバー、ピッコロがスライディングで突っ込んできた。やる気だぞこの男。急なホバーあーっと、さらにアックス、わー、スタンさせない。やってますけどコパ対空はダメ、もう消えてますよ。一旦ピッコロターンが終了しました。ただし大幅なリードを取ることには成功。いきなり面食らって半分減りましたからね。減りましたね。確かにダーランはトリガー左下点灯しています。ここをどう使っていくか、ドハツ商店。ただし暴れを潰すブラストが阻む。ここピッコロ無理をせずにリードを維持したいところですが、下がっていきます。そして下がったラインを EX ミル押し返す。これが非常に強力。ダーランはどこかで発動したいんだが、ピッコロはもちろん入らない。その場合、ただしピッコロにはゲージがないので、少しずつ画面端が近づいてきた。ダーラン仕留めきれるか、ピッコロ逃げきれるか。あー、ヒット発動、これは始まる。あー、ダブルアップ、おダブルアップを落とすようになった。グータイクも見えたが、それを避けている。ピッコロはトリガー発動。さあこれは強化昇竜ダーラが打っていきました。今のはピッコロのスラ発動が持続で確認気味に打っていたので、ピッコロは不利と判断してボタンを押していませんでしたね。なるほどね。ラウンド選手はピッコロ。ここは強パン確認から EX インフェルノ中足確認でダーラも攻める。そしてラインを入れ替えることに成功。ピッ、そうですね、アックス対策には垂直置きだ。手が対策がバッチリ。ただし投げ間合いが広い。入れ替わった。シフトで逃げたが、それでもまだまだ壁端。アックスを見ていた関谷クレッサー大噴火。ここは玉の攻め陣乗せて前に歩いてバクステを読んでいたような動きも見せたダーラン。あーすら対策しているはずの垂直にあえて合わせてくるピッコロ。あー、当たりたくない。当たると終わるんですよ。一番痛いの入った強系が入るともうあの体力、豪気はひとたまりもありません。ガシャン言いましたね。はい、1セット選手は開幕から勢いの良かったピッコロのベガ。開幕ホバーおもろいですね。ご挨拶が済みましたね。あれはやってますね。ユン言ってましたからね。ちょっと歩いてスッノータイムで行きましたからね。ユンってローラーついてんのっていうぐらいの勢いの良さですね。ストリートファイターザムービーでしたね、あれはね。確かに。上前、なるほど、ね、ここは空対空よく見ています。あの間合いって本当にベガ落としづらいんですが、さあこれは昇竜間に合いませんでした。ダブルにジャックでいきます。アクセ有利、あーずっと有利、まだ有利。どうにか命からがらダーラン脱出。左下トリガーは点灯しているが、当てるのが難しい。飛びは通ったがピッコロがしのいで体力が削れていく。ピッコロ寄せつけない。試合のペースは完全にピッコロだ。この声か。ゲームメイクしてますね。終始うわ、リスクを背負わない距離をピッコロが取っていて、リスクを取った距離でも対空はしっかりしているという。ゴリッと減りました。半分ですよ。中尺人から入れ替えではなく、これは後ろ受け身になったので、その場イスに置き攻めがついてくる。投げはグラップだが強忍が刺さる。混合拳からトリガー発動、ガード発動、あっと膝が出ない。そして強パンも空振る。垂直を巻いて警戒してるはずなのに踏まれた。そこには追路卓の EX プレー。空中に浮いて頭踏まれてどういう状況なんですか。いや本当に今のはもう本当にあのかわいそうですね。なんかちょっとダーラン焦ってるなっていうの見えちゃう感じでしたね。まあそうですね、トリガー食らいたくない。トリガー警戒、トリガーを、まあ、スラトリガーっていうのがベガは強いので、それに次のタクのジャンプ置きが踏まれるっていう、あの日本語としては非常におかしいんですけど、下から踏まれるっていう、下から踏まれる新しい謎現象だけど、ベガではあるあるが起きましたね。試合ペースは完全にピッコロですね。結局うわフェイントも入れてる。ここもリバーサル暴れている。起き上がりに暴れているピッコロ。圧力、怖い怖い怖い、圧力、当たりたくない、食らいたくない。ここはよく止めていた。弱殺巻きで入れ替えさせない後ろ受け身ですが、後ろ投げが通りました。
おお、ヒット発生になっている。ここをしと追い切りたいんだが、ちょっと遠かった。ここはなるほど、サイコアクスのフェイントを見せる。膝を噛み合わせたいダーラン。ピッコロはスライディングを使わず匂わせて匂わせて、美味しいところは最後まで取っておいて中継。これでマッチポイントはピッコロ。試合の流れはもうピッコロのもの。これはダーランちょっと動きを変えないと苦しいんですが、上を落とす。結構ダーランもこの空対空読みでジャンプ攻撃早出しなんかも使ってるんですが、ピッコロがそういう時はしゃがみガードをしっかりしているという。おお、クラカン、いいのが入りました。メガに無敵はないぞ。ここは今までの鬱憤が晴らされるか。ブリバー、これはどうだ。カウンターになっている。投げは間に合いません。ユリを取って今仕留めるぞという勢いが見えるんですが、ピッコロが仕留めに来る。さあ、体力リードはダーランなので、ここでピッコロとしては攻めなくてはいけない。ただダーランがここで攻めてくると少しピッコロとしてはありがたいんですが、付き合わないですね。そうですね、付き合いません。あー、しかしあー、ちまった。それでも前歩きに押し置き、いいブリバ。押し返す。ここはダーラントリガーを捨てて有利を取るような動き。ピッコロは攻めなくてはいけない。ここは関谷が通る。垂直、再三置いてきたこの垂直がついに念願の成功体験、ね。これでラウンドを取り返したのはダーラン、初のラウンド獲得ですか。そうですね。さあ、ゲージがある豪気が非常に強いぞ。前線を中継で止めて、まずは一突き。流れ変えたいね、これね。そうですね、ここでダーランはあんまり攻めないので、このリードを生かせるかが大事ですかね。ただちょっとダーランが攻め込もうとしている、攻めようとしているダーラン。ただピッコロも攻めようとする。ここはお互いの気持ちのぶつかり合い。ヒット発動にならなかった、ガード発動になったので、ダーランとしては少し落ち着いてきました。そして懐に入って、画面端には行かないようにと、ここは駒内が使った。その隙を突く関谷クーレッサー。さらに行く混合拳、ダメ押しの1A が通りました。ダーラン、これで1セットを取り返したダーラン、スコア1対2の状況。なるほど、自分でちょっと流れを無理やり変えようという、取り戻しましたね。来ましたね、気持ちが見えたね今ね。ちょっと落ち着いてきましたね。ピッコロ強襲モードだったんで、はい、なんかね、リードを取った時にしっかり、待ってるのがダーランお見事ですね。いや、序盤の展開はやっぱピッコロとスラからほんと全てがそうですね、ピッコロペースだったんでこれたびなるほどね、歩きが速いキャラですからね、歩きたいですよね。でもね、足元のオルスをついていきますダーラン。アクス通っている、ブラスト逃がさない。あ、全部通るぞ。あ、全部なんか当たるぞ。気づけば画面8です。ただしここは入れ替えルート、画面8ではありませんが、キャッキガスね。おお、潰した。今の EX セップで出してましたね。シーズン5で無敵がなくなりました。ここは強化勝利置き攻めつき、投げでは罠で体力ですが暴れている。サイコクラッシャーで脱出、体力リードは若干ピッコロ。うわ、でも歩く。ブラストと一緒に攻める。ただお互い弾が相殺し合うが、波動拳の出かかりを潰す強パンチ、まるであれも飛び道具のようだ。これでマッチポイントはピッコロ。少しゆっくりとした試合展開になりました。両者がリードを取らせたくないという試合展開のはずでしたが、リードを取ったのはピッコロ。あえて暴れる。 EX に前歩きへのリスク、体力半分。ダーランは攻めなくてはいけない、このノリノリの男を。さあ、ここはダブルリン差し返しに成功。しかし攻めきれない。アクス止めている。カウンター確認からコンボまで、あー確定。そしてスライディング確認中。両者トリガー点灯中ですが、 うまく球を避けたはずがダメ。はあ、避けたのに EX ブラストが残っていた。そこを見逃さない悪追記。ピッコロベがスコア3対1での勝利となりました。なるほどね、ゆっくりブラスト移動しましたね。